おはようございます。どうもコロンです。さあということでドルトムントツアーの2日目ということで、いよいよこの後ですね、ヤンマースタジアムの方でセレッソ大阪対ドルトムントの試合が行われます。いやもう両チームのね、素晴らしいサポーターがたくさん集まっていて、非常にこの後の試合楽しみです。さあということで今回ちょっと緊急でなんですけれども、こちら EA さんの方からチケットの方をねご提供いただきました。でこちらの緊急でちょっとプレゼント企画ということで、この後ちょっとツイートさせていただいて、出会った方先着2名にこちらのドルトムントのねゴール裏のチケットを渡したいと思います。さあそれではこの後ツイートしますので、いろいろねサポータードイツの方にもお話聞いていきたいと思います。今日の動画スタートです。さあということで、この緊急企画 あのプレゼント企画、1人目の方が来てくださいました。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ツイッターを見て、はい、ツイッター見てすぐ来ました。もともとスタジアムにはいらっしゃったんですか？そうです、最寄りに住んでて、でちょっと今日、はいはいはい、景色だけ見に来るかなと思ってたら、はい、たまたまツイッター見てたら、はい、見つけてしまった。じゃあちょっとドルトムントのゴールラインチケットなんですか、プレゼントします。ありがとうございます。試合よかったら楽しんでください。ありがとうございます。そしてSC25 サッカーゲームもぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。試合楽しんでください。ありがとうございます。さあということで、このプレゼント企画2組目の方来ていただきました。こんにちは。たまたま近く行ったとこ どんな感じだったんですか？いや、たまたまではなくて、もともと見たかったんですけど、はいはい、ちょっとチケットいろいろあって取れなくて、どうしようと思ってたらこのちょっとツイートを見てきました。ありがとうございます。じゃあちょっとこれドルトムントのゴールラインチケットなんですけど、はい、プレゼントしますので。ありがとうございます。はい、一緒にこの試合楽しみましょう。ありがとうございます。そしてSC25 とか、はい、サッカーゲームの、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございます。Welcome to Japan. Where do you live in Germany? In Cologne. Köln. Köln. It's Köln in German. Köln. And Cologne in English. Cologne. Oh, yeah. Cologne. Yeah. Wow. Yeah. You support in Bundesliga, you support Dortmund? No? A little bit. A little bit? I support Cologne, my hometown. Köln. 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 FC Köln. FC Köln. Maybe Japanese football player play Makino? Mm-hmm. Maybe? Yeah. Mm-hmm. Same team, yeah. You support? I support Hannover 96, Hannover. Hannover! Hannover, yes. Right. And other team support? Yes. Oh! Yes. Please tell me a favorite player, a German player, all time. Oh! All time German player. Our favorite German player, yes. That's very difficult because we have a lot of good, yes, German, yes, players. Yes. So, you first. My favorite player right now is right Antonio now. Rüdiger. Rüdiger, Real Madrid. Yes, yes, I love him because he's very physical. Mm-hmm. But the favorite player of all times, the German player? Yes, German player. German legend player. In Germany is Uli, yes, Föller. Uli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  Föller. Yeah, oh. Uli Föller. He's a legend. Mm-hmm. But I love Toni Kroos. He's my favorite one. Toni Kroos, yeah. very good choice. I'm so sad that he's retired. Yeah. Yeah. Now. Yeah, he retired, but he played this year a wonderful year. Yeah, Toni Kroos. Yeah, he's my favorite one. Mm-hmm. He deserves. What do you think? What's the reason why so many people from here support Dortmund? In Japan? Maybe because of Shinji Kagawa. Yeah, very famous player in Japan and a legend player. Yeah, very, yes, cool. Okay. And thank you so much. Yeah. Thank you. Have a good trip. Thank you so much. Thank you. You too. Thank you so much. Bye bye. さあということで、セレッソサポーターがね、来ていただきました。こんにちは。こんにちは。お願いします。セレッソで一番ちょっと好きな選手、誰が教えてもらっていいですか？在籍する選手であれば、香川真司選手。前は清武選手をずっと推してたんですけど、鳥栖の方にレンタルで移籍しちゃったんで。どうですか、清武が期限付き移籍しちゃったっていうのは、これサポーターとしてどんな思いだったんですか？悲しい気持ちとともにやっぱ応援したい気持ちが、はい、多かったですね。頑張って戻ってきてほしい。そうですね。セレッソをなんか応援するようになったきっかけとかってあれば。はい、きっかけ、彼氏と一緒に。いや、そんなにいらっしゃってやりますね。いや最初どうやって誘ったんですか？お兄ちゃんもいて、で、ちょっと子供いらっしゃるんで、まあ、もともとちょっと保育関係の仕事してたんですけど、子供をちょっと見つつ一緒に来てほしいな。いや、そんなちょっとドヤ顔で、これで私は彼女作りましたみたいな。いや、でもじゃよく試合一緒に。そうですね、はい、まあ、行けるときはって感じです。はい、末永くお幸せで。はい、ありがとうございます。テレストで今一番好きな選手。いや、僕もやっぱ香川真司選手ですね。違いを出してくれる選手なんで、やっぱり見ててやっぱりこの人だけ違うなって。セレッソにとって香川真司って どんな存在ですか？
プレミアリーグ初優勝したんです。それが今セレッソにおるって考えたらすごい高くない選手でした。あれだけ活躍した選手ですもんね。いや今日ちょっとプレー見れたら本当に楽しみですね。はい、楽しみです。セレッソ完走、ドルトムントも頑張ってさあ、ということでもうセレッソ界の大インフルエンサーやめさつきちゃん来てくれました。さつきちゃんやめもみちゃん来てくれました。よろしくお願いします。いや今日なんとあの旗を振るという、はい、もうちょこっちです。今日なんかその旗を振られる方っていうことで、フラッグシンフォニーって知ってますか？いや、だから急にちょっと仕事っぽい話が、いや初めて聞きましたけど、どういうことですか？ FC 東京戦の時もいつもリーグ戦でもやってるんですけど、はいはいはい、選手入場の時にピッチでサポーターがこう旗を振る演出してるんですけど、はい、それがなんかドルトムントがやってるのをセレッソが取り入れたみたいな。あ、そうなんだ。らしくて、それで今日はドルトムントのファンと一緒にコラボしてやるっていうので、私もなんかやらせてもらえるということで。いや素晴らしい企画。いやこれね、でもいやそれもコネでってことですか？それはコネやで。いい言い方がちょっと広められたらなっていう。そういうこと、はい、そういうことね。セレッソとドルトムント広められたなってことですね。そうですそうです。決めてるんですよ、今日どういう風に振ろうかなっていうのは。どういう風にコミブリみたいなのあるんですか？どういう風に、でもテンションはね上げて、はい、でもセレッソ側なんでどこで見るの？その黄色い側の方で。あ、じゃあちょっと遠いかもしれないけど、うん、いやいやズームして、ちょっとコハロを探します。いや絶対探俺に向かって打ってた。結構なんか自由にやっていいって言われてるから。コハロじゃあちょっと撮っとくね、カメラ目線お願いします。探します。ということでフラッグシンフォニーのポミちゃんでした。ありがとうございました。注目してください。さよなら。さあということでゴール裏から入っていきたいと思います。久しぶりのヤンマーだね、楽しみだね。背番号27ザ・シャーマン、背番号3。ということでね、まあ結構ないですけど、ちょっと何にちょっとすみません。そんな緊急に始まりますか？いやいや始まりますよ。はいはい、うん、いいでしょそれ。久しぶり。お久しぶりです。今日はかけそばもね一緒に見たいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。かけそば J リーグはあれ以来一緒に見て以来。あれ以降見に行った球以来。今日は大阪で見たよ。あとだっけ？あとあと全然あと。ああちょっとだけですね。だって京都でも見てるでしょ。ああそうかそうかそうか、忘れちゃった。子供のサッカー。悪ぶれないよ。ひどすぎるな。かけそばさん注目ポイントというの。注目ポイントはやっぱりブラントですね。はい、おおはいはい知ってるねそれ。はいはいはい。セレッソの注目をちょっとお願いします。さすがに香川さんでしょ。まあまあまあ、うん、はいはい。いやでもレオセアラもね。ああそうだ、ね。J リーグの得点トップランクトップだもん。そうそう。始まりました。始まりましたキックオフです。レオセアラやっぱうまいな。おぉナイストラップから打っていいんじゃない？いやセレッソレオセアラを起点に素晴らしい攻撃。トラップうまっ。うまかったね。ペイパーペイ。おぉおぉドルトムント先制。アディミが決めたんだ。アディミが先制点、頭で。頭じゃないけど、間違えた。いや、ちょっと見間違いでした。ここで一旦給水しましょう。ちょっと暑さで俺もおかしくなってる、すみません。頭きついよ。オッケーオッケー。全然頭じゃなくて。アディミに。昨日お話聞いたギッテンスが強い。
回止まってからのこの素晴らしいシュートだね。素晴らしいシュートだったな。やばすぎるぜこれは。うわ、ワンピースやった、ワンピース。アニエビやば、早すぎる。いや、ギアセカンドやってたなこれ。あ、ワンピース好き、ワンピース大好きなんで。これはエグいスピード、いや、速い、強い、すげえゴール決まりました。まあ、追いつくとは思わないよ、速いわ。うわ、いやー、すげえ軌道入ったの。いや、俺も入ったと思った、あの軌道は。やば、はい、前半終了です。いや、結構最初はね、両チームチャンス来る展開だったけど、はい、一気にこうドルトムントギア入って立て続けに3得点となりました、はい、どうですか。いや、もう4分間の間に3得点ですか、うん、でも流れって大事だなって思います。いや、それっぽい発言やめてよ。後半でもこっちにドルトムント攻めてくるからね、かか、うん、楽しみましょう、はいはい、さあ、ということで、なんとね、視聴者の方からあのバスキンロビンズ、はい、要は31だよね、はい、正しくはバスキンロビンズだからね、はい、あの差し入れいただきました。これちょっといただきたいと思います。暑いから、暑いからそこ最高でしょ、本当に。いや、もう冷えた。いいって、寒い。いい、1に変わりまして背番号8、カーシー、カーガーバーシェンジ、シャラロロロロロロ、あるだ、来た来た、カーガー10でここまで上がってきてて、全然違う。あれ、間違えた、26番だ。ちょ、これカットします。いや、逃げんなよ。すいません、厳しいって、はい、ついにセレッソにゴールが生まれました。21分、誰だ、誰かな。おい、おめでとうございます。いいシュートでしたね、うん、よく滑り込んで朝まで決めたね。おー、いい、おー、いいシュート、やば。 今誰がシュート、めっちゃいいシュートだな。いや、素晴らしいシュートあったね今の、うん、おー、うわー、うわー、いやー、やばやば、いや、これはやばい、うますぎだろ今の。セレッソ、やば、今誰だ、やば、おい、おい、いや、いや、うまい、いや、素晴らしい、坂田玲也選手です。いや、これはやばいわ、これは本当にうまい、完全に一人で持ってね、一人で2人3 2 3人剥がしたもんね。いや、ちょっと坂田選手注目です、セレッソの。おお、ここからデイミンにちょっと合わなかった。早っ、いや、強いよ、やば、やばいな、これは。あ、デイミンの強さ、いないって。あ、間違えた、今のが無理かな。交代しました、特に。すいません、間違えました。さっきもデイミンって言ってたんですけど、からいないですね。ちょっと昨日あのインタビューさせていただいたタイラーさんが投入されました。注目しましょう。あれかな、あっぽいね、身長も結構でかかったね、うん、今触ってるのはそうかな、うんうん、いやー、いやー、面白い試合でしたね、はい、うん、ゴラッソが多かった、点の取り合い、3対2でドルトムントは勝利です。おめでとうございます、うん、いや、坂田選手のゴールちょっとかなり記憶に残るゴールだったね、坂田の、はい、すごかったな、面白い試合でした、これは。リーグ戦中断期間に入って、この後も大事な試合が続いていきます。どのあたりリーグ戦つなげられそうですか。
My name is Akira. Akira, nice meeting you. Christoph. Christoph, nice to meet you. Nice to meet you. You're from Germany? I am from Germany, yes. Oh, where in Germany? Close to Dortmund. Close to Dortmund. I actually can see the stadium from my parents' house. But I do live in the US. And I just came in for the game. Oh, very good. You watch Japanese football team the first time? First time. Yes. What is your impression Japanese football team? The first 20 minutes, yes. I loved them. Oh. Towards the end, once again, number 14, just great. But then again, whom did we see walking by? Shinji Kagawa. Mm-hmm. He is one of the all-time greats. Mm-hmm. I've watched him in Dortmund, so you know we know there are a lot of good Japanese soccer players or Fußball Spielers, and you know he was one of them, or he still is one of them. I was totally surprised, blown away. The speed, the finesse of the game. Mm-hmm. It was just great. I didn't expect it. Please tell me the best player in Dortmund for you. All time. Of all time. that is a tough one. Let's go back. The player that just retired, Marco Reus, obviously, he has been instrumental for the team for the last 5 years. So, you know, for right now, looking forward to the new season. Adeyemi with his speed, absolutely. If he stays on track, he's going to be a great player, and hopefully he's going to stay. Okay. Thank you so much. Thank you. Have a good trip. Thank you so much. It was a fun time here in Japan. Thank you so much. Thank you. Welcome to Japan. Thank you. Bye-bye. 天使閣のコアランです。ちょっと完全にねエンディングを現地で撮り忘れていたので、こちら後撮りになります。ドルトムントの日本ツアー招待していただいた EA さん、ありがとうございました。選手とのインタビュー、あと試合公開練習も含めて素晴らしい経験をさせていただきました。いや僕にとってもね、またあの気になるクラブが一つ増えたなと、ご縁があるクラブが一つ増えたなと、そういう感じです。本当に感謝してます。特にやっぱインタビューさせていただいたベンセバイニー、ジェイミー、さらにはねあのユースのタイラーさん、この3人は特にやっぱ気になる選手ですので、今後のね動向もちょっとチェックしていきたいと思います。今後のドルトムントの発展を祈っています。ということで、今回ドルトムントの日本ツアーの動画でした。またお会いしましょう。ダンケ。この動画いいと思ったら高評価お願いします。